夜の食事でさえお酒のおつまみ感覚。飲むことの方が大事なのか。いい夜ね。今日はリクエストの多かったノンアルコールカクテルを作っていくよ。お酒を使わないから未成年の方でも楽しめるわね。今回はノンアルコールカクテルの代表格シンデレラを作っていくけど、最後に他のノンアルコールカクテルも紹介するわ。それではやっていきましょう。早速作っていくわ。まずはレモンを絞っていくよ。ハンドジューサーがない場合は手で絞っても OK。 興味がある方は概要欄のリンクからチェックしてみてね。今回試しに2画面にしてみたよ。多少見やすくなるといいけど、相変わらず握力ないわね。せめて片手で絞れるようになってほしいわね。あ、レモンは 30ml 入れます。シンデレラは全部の材料が同じ分量でできるわ。わかりやすいカクテルね。次はオレンジジュース。こだわりがなければトロピカーナがおすすめよ。できるだけ果汁 100% のものを使うといいわよ。オレンジジュースも 30ml 入れるよ。ちなみにレモンも絞るのが面倒だったらボッカレモンとかを使ってもいいわよ。簡単に作れるに越したことはないわよね。最後にパイナップルジュース。使うのは同じくトロピカーナ。パイナップルジュースって置いてる種類少ないよね。パイナップルジュースも 30ml。 パイナップルジュースは分離しやすいから事前に振っておくのよ。ここでカクテルグラスの登場。冷凍庫で冷やしてた分ね。シェーカーに氷を入れていくよ。今回は市販のロックアイスを使うけど、冷凍庫で作り置きしてた氷でもいいわよ。今回は少なめだけど、入れる氷は多めがいいと思うわ。氷が多いとその分早く冷えるわよ。氷も入ったしシェイクすっぞ。行くぜ行くぜ行くぜ。完成。シンデレラ完成よ。お疲れ様でした。綺麗な黄色ね。オレンジとパイナップルの色がよく出てるわね。それじゃ早速飲んでいくわね。乾杯。レモンが目立つわね。絞ったものだからね。市販のレモンジュースならもう少しまろやかになるわよ。なるほど。オレンジとパイナップルが後から感じられてめちゃくちゃ飲みやすいわね。ショートカクテルだけどノンアルなのよね。不思議な感じだわ。未成年の方で友達と遊んでる時にこれ作れたらモテそうね。シンデレラのカクテル言葉は夢見る少女。シンデレラという名前にぴったりの言葉ね。男性が女性に振る舞うといいかもね。成人の方はお酒の箸休めとして飲むのもいいかも。さて、ここで他のノンアルカクテルも紹介するわ。まずはノンアルモヒート。前に作ったモヒートのレシピからラムを抜いたらできるわ。夏とかは特にごくごく飲めていいかもね。次はノンアルファジーネーブル。ピーチジュースとオレンジジュースでできるわ。甘さが目立つカクテルだから甘党の方にはたまらないかもね。最後にバージンブリーズ。シーブリーズというカクテルからウォッカを抜いたカクテルよ。バージンという言葉はノンアルという意味があるわ。だからノンアルモヒートもバージンモヒートというわよ。他にも調べれば色々出てくるから、気になった方は色々調べてみてね。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。また見てね。